街灯もないし人もあまり通らない。夜は危険だな。あ、野獣元記者、おとなしくさせとけ。また来た。よし、被害者も捜してろ。被害者は田中幸27歳。仕事は都内で OL してますが、掛け持ちでアルバイトもしてます。なるほど、その帰宅途中に襲われたってことか。昨日の深夜2時頃、被害者の田中幸は帰宅途中に背後からロープで首を。どうした？あなた誰なんですか？あなた警察じゃないですよね？そうだよ。そうだよ。毎回現場来ますけど、あなた誰なんですか？今さらなんだよ。いや、署内の人間でもう盛り上がっちゃってるんですよ。だからなんだよ。いや、怖いんですよ。毎回現場に来て事件を解決されると。解決してんだから何の問題もねえだろ。それはそうなんですよ。仕事を掛け持ちか。誰かだけ教えてもらっていいですか？じゃあ俺からも一つ教えてくれ。今最優先すべきなのは今俺が誰かってことか？犯人捕まえることじゃないのか？すいません。で、仕事を掛け持ちしたんだろ？はい。同棲したんだろ？なんで分かったんですか？長年の勘だよ。マジで誰なんですか？またそれかい。何してそれ、探偵ですか？探偵じゃない。じゃあ元警察とか？元警察でもない。じゃあお前は何だ？警察か？警察ですよ。事件を解決するのは警察しかできない仕事なんだよ。そこ理解しろ。じゃあなおさらあなた誰なんですか？あ、警部、お疲れです。嘘でしょ。警部と普通に話してる。おい、高橋と平沢、ちょっと来てくれ。警部、あの人誰なんですか？知らないんですか？じゃあなんで指示出した？めちゃくちゃ仕切ってる。警部、ひとまずあの二人に聞き込みさせます。警部は戻って引き続き男の取り調べお願いします。俺とこいつはもう少し現場さらっておきます。さてと。さてとじゃないですよ。集中できないですよ。誰か教えてくださいよ。またそれか。話すと長くなる、やめとこう。これ聞いたら最後にしますから。本当にそれが終わりなんだな。はい、ちょっともう無理そうです。分かった。じゃあ何が聞きたいんだ？普段何されてる人ですか？それでいいんだな。はい。カレー屋さんだ。カレー屋さん？よし、取りかかろう。無理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 です。カレー屋さんなんですか？俺で終わりだって言ったろ。ここで終われる人間いないでしょ。カレー屋さん？ああ、本格派のな。本格派って、ちょっと待ってください。今そのお店はどうしてるんですか？安心しろ、ムハンマドに任してるよ。ムハンマド超本格派じゃないですか。あの、お前ムハンマド知ってんのか？知らないですよ。知らないですけど、ムハンマドっていう名前の人間が働いてたら、それ絶対本格派でしょ。だって、ムハンマドですよ。どこで興奮してんだよ。でもそんな本格派のカレー屋さんがなんでこんなことしてるんですか？まあ約束と違う、これで終わりって言ったはずだな。これで最後、これで最後にします。もういい。ちょっと、どこ行くんですか？捜査に集中できない。カレー屋に戻れ。まだ捜査終わってないですよ。俺は刑事じゃない。カレー屋さんだ。そんな、無責任。無責任なのお前の方だろ。え？カレー屋さんがこれだけ頑張ってんだぞ。なんで刑事のお前が邪魔ばっかすんだよ。二度と現場には来ない。バカにしやがって。カレー屋さん。なんだ、これって。爪？やっぱり。おい、ヤジウマの後ろの方にガタイのいいやつがいるの見えるか？あのタートルネック着たやつ。おそらくあいつが犯人だ。あいつが、さっきあいつの横を通り過ぎるとき不自然に首を押さえていた。おそらく被害者から引っかかれた傷でもあるんだろう。なんて鋭いカレー屋さんだ。じゃあ捕まえに行きましょう。待って、気づかれる。木は熟してからだ。カレーと一緒だ。それって二日目のカレーみたいな。お前はそうか。まあまあまあ、あ、すみません、人気が出ました。バカよ、何言ってんの。よし、おれ、あ、よし、当たった。何だけなんですか？クミンの塊だ。クミンの塊。二
匂いをつけあいつにたどり着く。さすがカレー屋さん。警部に連絡して応援を接しろ。はい急げ。はい。あ、もしもし警部、あの人カレー屋さんでした。